はい、皆さんこんにちは。ヒドンガです。で、風の中に落ちていく。風の中で上がっていく。はい、というわけでですね、今回はですね、バレール火山というところで、ね、攻略していきたいと思います。この動画はです。スーパーマリオ RPG が気になる、スーパーマリオ RPG 懐かしい、楽しいぜ、もう一回見たい、けれど時間がないという方のためにですね、大事なところとですね、紹介のところをですね、ダイジェストにね、カットしながら見やすい動画を作り上げていますので、ぜひぜひご覧ください。はい、というわけで、ね、入り口からね、スターが鳴るというね、素晴らしい面ですので、懐かしきファイアーマリオの色。はい、というわけでね、敵紹介なんですけれどもね、バレール火山というところでですね、懐かしい敵いっぱい出てきます。カロン Z、 ABC とついに Z まで行きました。カロンちゃん、もちろんですね、魔法を当てれば倒せます。いつも思います、この技。ちっちゃい爆弾をどこに持ってたんでしょう、ピーチ姫。スカートの中かな。そしてマリオのライバル登場、バーレルコングということですね。バーレル火山にいるからバーレルコングになっております。ユミンパンのところに出てきたドソキーユング以来の猿でした。そしてこのバーレル火山なんですけど、結構ねアクション要素が強くて、こういう風にねカエルコインを取って飛ばされるとかですね、バブルを避けていかなきゃいけないとかね、結構いろんなところあります。はい、そしてバブルに触れて出てきた敵、なんとでかいですね。ジタンダ踏むんじゃねっつうの、でかすぎるだろうっていうのをね、そのためにね、ジタンダ踏むためにですね、足がでかくなっております。で、ジタンダといえばですね、この、ね、スーパージャンプがものすごい効くって有名なんですよ。しかもですね、スーパージャンプのですね、連続ジャンプっていうのはですね、このでっかいキャラクターの方がやりやすいっていう風に言われておりますので、これ、ね、どんどんやるとですね、なんとなんとの453ダメージ。マリオだったら死んどるわ。そして大爆発。きたね、花火だな。はい、そして進んでいくと頭の上にカエルコイン、これはね、あえてです。届かないので、あえてやられてください。そしてカエルコインが取れます。なんと噴火すると思ったら、噴火した矢先に火山じゃなくてトゲゾウの紫バージョン飛び出してくる、このね、フンガー。スーパーマリオ RPG の中で一番フンガーって言いそうなフンガーです。そしてモンスターは怒りを溜めている、今、フン中ですね。そしてなんとフンガーではなくて、フンカー。おお、強い。ここで登場、ヒノピオ。あら、足音が聞こえたのは気のせいじゃなかったんですね。いや、喋り方おかま。いや、っていうか、むしろ足音聞こえたの天才か。私、ヒノピオ言います。急に外国人。暑い中、ご苦労様です。急に日本人。はい、それでは日のマートになります。プレイされた方はですね、この日のマートに誰もが助けられたんじゃないでしょうか。なんと一人です、けなげにこうやってね商売をしております。防具屋さん、まずねこちらでファイヤー系のね装備が全部手に入る店になっております。いや、ここでね装備が強くなるんですよね。はい、そしてこちらがアイテム屋になります。まあ基本的にいらないアイテムばっかですね。ここで買うことはまずないでしょう。はい、そして真ん中に行くとですね、なんと宿屋です。30コイン、高い高級なね、とてもね素敵なね宿屋なんでしょうね。お泊まりですね。わお、すぐにしてあげますね。めっちゃビビってる。そしてマリオはピースする。そして起きたらなんと木の上雑魚寝て30コインやで、30コイン。そりゃマリオもびっくりしてジャンプして起きますよね。お目覚めはいかが。いや、お目覚めいかがっていうか最悪でしょう、背中とか。あ、そしてなんとこちらですね、スターフォックスのですね、アーウィンとですね、F0 ですね、ブルーファルコン、そしてですね、F0 のね、ファイアースティングレイがですね、ここに映ってるんですよ。これ結構びっくりじゃないですか。当時ですね、このスターフォックスの方はね、出てなかったんですけれど、でこのね、F0 の方は知ってたんでね、すげえ感動したのを覚えてます。というわけでボス戦の方やってまいりました。いやー、こちらのボスがですね、なんと強そう。どう見てもマリオワールドのウンババにしか見えないこのボスの名前がですね、カイザードラゴンって言います。まあカイザードラゴンっぽくもないんですけどね、まあ、ウンババにそっくりなね、足元ね、いつもねマグマに埋まって見えないというか、こんな感じになってたんだなっていう感じでですね、まあ、バブルが合体してできたモンスターになっているということです。こちらですね、結構ですね、まあ、強いというかですね、長期戦になるということで、ジーノウェーブでですね、攻撃とですね、ディフェンスを上げていくと倒しやすくなると思います。まあ、余談になりますけれど、当時はですね、このね、ジーノウェーブのアタックアップ、ディフェンスアップをすごくバカにしてました、僕は。なんかね、そんなこと使ってる暇あったら攻撃いっぱいした方が強いじゃんなんて思ってたんですけどね、これめちゃくちゃ強いですよね。今見てわかるように200ダメージ超えるんですよ。で、ジーノウェーブ使ってない EP 値が118しか与えられないってことで、だいぶね、大活躍です。よっしゃ、終わったと思うじゃないですか。全然終わってないんです。ここでですね、なんと着ぐるみを脱いでですね、骨になったね、カイザードラゴンが出てきます。しかも、完璧ガラガラとか全体攻撃がめちゃくちゃ強いです。そして、ストームも使ってきます。結構ですね、この炎にまとっている時とですね、このね、技が全然違ってくるのでね、水蒸気爆発から爆発になったりとかですね、炎の壁もストームになったりとなっております。しかしですね、防御力のなくなった骨はですね、弱いんです。はい、というわけでですね、カイザードラゴンの方、撃破です。今までの流れでしたらこちらでスターピースをゲットしたいと思います。赤いマリオのような綺麗なスターピースがくる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 回っております。さあゲットしましょうと思うじゃないですか。そしてマリオが両手を掲げます。さあスターピースを私の元へ追い、
なんとなんとスターピースが弾かれてしまいましたが、なんと赤くて丸くてバネみたいな変なやつ、ででん、このスターもらった、いただいちゃうのよ、オカマかな、僕は言わせないボキキ、デブキャラだから諦めないでね。わー、出た出た、レンジャー枠の女枠、じゃあな、あばよ、黒かっこいいイケメン枠だけどちょっとガサツなやつ、はい、取られちゃったままにいかないので追いかけていく。おい、レッド、俺たちちゃんと名乗ったか。ダメよ、忘れちゃう。もう一度マリアのとこに行くでごわす。あー、でも来てるの、オカマなの、やっぱりみんな。ちょっとじゃあカタカナ挟むのやめてくれ、すげー読みにかったぞ今。はい、というわけで追いかけていきます。落としたでごわす。お相撲さんキャラなのかな。はい、オカマちゃん、はい、ここで登場なのが、はい、ちょっと抜け目ある、でもすごいイケメンキャラな黒。あばば、登れない。そして登りきった後には、あれ、おかしい、ピンクが出てこない、ピンクが、ここか、ここで出てくるのか、ピンクキャラ、違う、黄色かった、今一瞬黄色かった、ゴアスキャラ、はい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 、なんだよねん。やってきた。はい、それでね、ボス連戦になります。オノレンジャー、この世の悪を守るため、ででん、人々の心に憎しみと悲しみをもたらし、ででん、とことん破滅の世界を作るのよ、急にオカマ、ででん、それが私たちの儚く美しい理想郷、我を過剰戦隊。多分このデブキャラあれだな、セリフ覚えらなかったんだな。オノレンジャー、レッド、このスターピースは人々に希望を与える星、そんな物騒なものはお前たちに渡すわけにはいかない。でなわけですね、オノフォース戦やってまいりました。こちらですね、オノレンジャー5体を全員倒すと、後ろにですね、この兜をかぶったようなまん丸いようなスイッチのようなでっかい、なんか黒ひげ危機一髪の中身のようなね、あの丸いやついるじゃないですか、そいつを倒す。こちらはね、オノフォースの本体になっております。なのでまずはオノレンジャーの方倒していきます。私これいろんな倒し方あるみたいなんですけど、私はですね、やっぱね、このピンクが回復するんですよね。なのでなるべくね、このピンクを先に倒すように心がけております。するとですね、レッドなんだ、とりあえずカタカナやめてくれ。今のお化粧で崩れちゃった、私お化粧のり悪いのよ、前から厚化粧するなと言ってんだろってな感じでですね、こういう風にね、ただ倒していくとですね、あの各キャラクターのセリフも聞けますので、すごく面白いです。まあ、ピンク弱いので、ね、一番最初ピンク倒すのいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、でっかいパンチを食らいましょう。レッドなんだ、私貧血で倒れそうよ。お前は運動不足なんだ、運動不足、いや食栄養不足な気がするけどね。はい、それではイケメン枠を倒すには全体技 G のフラッシュを食らわしていきたいと思います。溜めて放ちましょう、大砲だ、アタック、レレ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 レーン、よいしょ、レッドなんだ、買ったばかりのサングラス、グラサンだ、グラサンにひびがだから安物な買うと言ったろう、給料安いのかな、オノレンジャー、ユリア、レッドなんだ、腹が減って動けないでごわす、やっぱりなんだろう、イエローがカレーが好きっていうパターンはどこでなんだろうね、絶対ゴレンジャーの黄色ってあれだよね、カレー食べるよね。レッド、クソ、はい、うんこです、いや冗談です、まさかここでやられるわ、こうなったら最後の手段だ、レッツフォーメーションと出た。いや自分ね、年齢的になんですけど、まあ、ここからオノフォース戦になるんですけれど、年齢的になんかターボレンジャーだったんですよ。でターボレンジャーの最後の仕方だって、5人がまとまってなんかでっかい大砲みたいなの打つんですよ、このフォースセットオンってなってるんですけど、なのでこの感じがすげえ懐かしい、もう30何年前の話だけど、いやでも正直こんなにもたもたしてたらやられまへんって思っちゃいますけどね。ジャスティスブレイカーやばい、お口からなんか謎のものがすげえ高圧的に出てくる、ウェイってなんかで100ダメージ受けるんでですね、まあ編集台入れときますけれど、このですね、オノフォースを戦う前、要するに最後のレッド僕倒しましたけれど、最後倒す時の前には必ず HP をですね、まあ、100、20、30以上はね、全キャラ取っといた方がいいと思います。じゃないとね、ここで実は全滅して終わるってガチであるんですよこれ、ね、で最後結構オノレンジャーも強いので、やっぱそこは気をつけていった方がいいと思います。でなわけでね、ここで全体回復しておきます。
バカな、このオノフォースまでも退けるとは。ってなわけで消えてしまいます。オノフォースがピンクがついにキャラ崩壊しましたよ。オノフォースがーつって、いや、お化粧が崩れるとキャラも崩れるんですかね。おー逃げた、わーいや君らも逃げなはれ。スターピース等々6つ集まった差であと1つは一体どこにあるのでしょうかということですね。まあ、今回のマリアルピーってここで終了したいと思います。次回はですね、ついにクッパ城と言いたいところなんですけれど、ちょっとね、武器とかアイテムをね集めていく回になりたいとなると思います。てなわけでですね、めめさん気になってるでしょう、この装備になります。あれ俺が3人いると思ったら肥満パタでした。というわけで次回はですね、知っている方は知っている肥満パタ編になりますので、ぜひぜひお楽しみください。それではまたね。